ちょっと配信でやります。絶対に今日までに終わらせないといけないんですよ、私は。絶対に。なんでかっていうと、まあ明日はそういろいろあって、用事がある、行かないといけないんですよ、レッスンとかに。で、その次の日は、24日何があったっけ、なんだっけ、24日何があったっけ、私って。まあでも、25日が出校日で、その出校日じゃない、学校の日で、それまでにはもう絶、それまでには今日しか時間がなくて、本当に今日までに終わらせないといけないんですけど、でも頑張れば終わらせれる量なので、ちょっと頑張りたいと思います。なので皆さん、よろしくお願いします。本当に、まず私24日何があったっけ、24日レッスンだ、そうだそうだそうだ、じゃあ頑張りたいと思います。夜はね、ちょっとね、オーガストの練習をしないといけないし、ちょっと今日頑張ります。ちょっと今終わらせます、本当に。で、今は英語のプリント集、プリントの課題と、とりあえず英語のプリントの課題と理科のプリントが終われば、25日提出のは一旦終わるんですよ。でもポスターの下書きをしないといけなくて、あ、違う、ポスターの色塗りをしないといけないんですよ。でも色塗りはもう、まあママとかに手伝ってもらえばすぐ終わるので、色塗りはいいんですけど、とりあえず理科とこれを終わらせます。ちょっと色塗りは別にママにやってもらえばいいので。下書きはちゃんと書いたからね。そう、ちょっと頑張りたいと思います。一旦ね、なんだっけ、英語のね、めんどくさいところは終わったので、あとは家族で協力っていうのも大事じゃないですか。ちょっとね、あんまり宿題が映らないようにだけ気をつけながら。ちょっとママに頑張ってもらいたいと思います、色塗りは。よいしょ、じゃあやるか。本当に早いよね、もう夏休み終わるんですよ。早くない？私もうまだ全然夏っぽいことできてないのに、もう終わるのだけ早いっていう、私は。夏っぽいことできてないのに、本当にね、この時間に終わらせたいんですよ、強い思い。本当に頑張りたいの、この時間に。で、夜はもう宿題はいい、よっしゃーっていう気分でダンスを覚えたいので、ちょっと頑張ります。なんでちょっと分かんないとこあったらみんな聞きますね。理科はね、教科書にほぼ載ってるって友達が教えてくれたからいいんですけど、英語をちょっと頑張ってみる。映画のために、映画を見るためにか。なんかさ、
公園のさボードとかはさめっちゃさあのさああいう字になるけどさ学校だとねもっと雑になります。そう、気分よく眠りたいんですよそう気分よく眠りたいのでちょっと頑張ります。やばい、プリントでもこれ 2枚、裏表2枚しかない。ライクストゥールドテイク、写真を撮ることが好きです。ウガソの先生届きました。ウガソの先生ストーリーね、そうもう知ってますよ私今知らなかったらやばいんだけどね、あの日数的に知ってますよ。もうレイサクさん300回目の訪問ありがとうございます。誠さん100回目の訪問ありがとうございます。そう思う、ね、楽しみです。オーガスタが楽しみランキング1曲目のヒントジェスチャーしてダメです。わかると思うので多分ジェスチャーはちょっとできませんね。ジェスチャーすれば1曲目でもう一発でわかると思う。ただできません。今日は自宅の回線が不安定です。あら、あらららら、らうん。
なんか今さ、私のあのクラスのグループラインがめっちゃ働いてるんだけど、多分みんなあの全然宿題してなくて焦ってる感じですね。内容的にみんな焦ってる今何曲かもう教えられません。もういや今ね回線めっちゃいいです、調子が。最高の教師ミクさん、あのめっちゃ可愛い、すぐねあのテレビで見ててわかる、いたって。山川さん今のとこ行けるです、ありがとうございます。埼玉雷が落ちて、では大変、雷雨なのかな、じゃあ大変やね。雷落ちたらどんなさ音するんや。なんかさ、あの身の回りに落ちたことないからわかんない、結構すごい音するんかな。間違えた。1ページ目はもう終わったよ、と丸付けするだけ。じゃあ答えを見ながら。一人じゃない一人じゃないですよ、みんな慌ててる今、もう夏休みギリギリだから。もう昼マクドナルド行ったら地元の中学生が体操着、わいいね、楽しそう、そういうのいいね。最近さぎさんが一から学ぶ英語の参考書買ったみたいだけど、コピー英語、英語ダメです、全然わかりません。今はなんとかいけてる。ダメ、写真を、撮るための良い場所だって。一緒に宿題しよう。2曲目から絶対やばいよ、汗も。今やってるのはね英語やってます。だって公演でもさ1曲目であんな汗かいてるのにさ、あんなのさやばいやろ。なんかでもさ、オーガスタ当日今のところ雨予報じゃないですか、どうなるんだろうね。よし、1枚目の表終わり、1枚目の裏やって、2枚目の表やって、2枚目の裏で終わり。これでちょっと参考にしてやるわ。適する方に僕たちは星を見ることを楽しみました。 We enjoy
してる？たぶんないないだそれを。To be。さあ食べ終わりましたか？ケイルは海外旅行をすることが好きです。ケイル好きです。優秀な生徒の音がするね。雨の予定ですよね。めっちゃなんかさ、カンカンの天気の中やってるイメージがあるからさ。さあ藤子このさ、今年のさ、あのアイコンあるじゃないですか、このチャーハンのこの あのアイコンさ、なんかココッペどんなにしたみたいな聞かれて、で私のあのそれ私のアイコンを送ったんですよ、藤子子に。送ったらあのそれこんなんでいいかなって言ってね、藤子子が教えてくれたんですけど、ちゃんとそれになってる変わってない、ちゃんとこれになってる。後ろにね、あの小太郎がいるんです。小太郎くんが、さすがあの部長ですね。こういうもうだってさ、自分の生誕タオルもさ、チャーハンにしててさ、いやすごいよね。ちょっとえベザニスじゃないけどね、どっち？天気予報はね、もう信じれませんからね。当たってる時もあるし、本当に外れてる時もあるから。晴れます晴れます。黒さんハートありがとうございます。たくさんギフトありがとうございます。ミテジアさんアロハありがとうございます。いろいろおっちゃんジュースありがとうございます。シーチャンペさんファイトありがとうございます。アオイちゃん真珠とダルマありがとうございます。ハートもありがとうございます。博多なるなるさんファイトありがとうございます。海賊特許さんリンボスターありがとうございます。ありがとうございます。そう、信用できないよねあのなんだっけ、天気予報は。間違えた。グッグサンドウィッチチッチファジー。姉は韓国語を学び始めました。だってマイシスター
ラーニングクオリティ、慣れてる方が進む今英語してます。カトッペくん、ペンギンありがとうございます。一問でコメントみたいですが、決まってない決まってないけど、じゃあ丸付けします。もう一枚終わったよ。よし、二枚目突入。音楽を聴くことが好きです。文字大きいんかな、絶対さ、カッコの中に入りきれないんだけど。でもあれ、うん、で、もう聞きます。私の趣味は、本当に終わらせたいのでちょっと頑張ってみる。英語できないですよ。あのね、そう、ドッキリ雨女かもと思うメンバー、私、あの、思いたくないんですけど多分雨女ですね。私は友達と遊ぶ時とかも本当に、あ、絶対 100% とは言わないけど、すごい確率で雨降るし、多分雨温度だと思います。ところてん食べてます、美味しそうで、冷たいもの美味しいよね。午後さんに言われ終わっていました。あれ、
ビールか。ちなみにココッピ、俺の名前読めますよ。赤くるカレゴスさん。あのね、ローマ字は読めますよ、ちゃんと。あの単語とかがあんまり読めないだけで。給食恋しいですね。給食ね、食べてないからね、一時。私も雨おじさんです。雨降るの、私もやばいですよ。あのね、小学校の頃、あのね、鉛筆しかダメだったんですよ、ルールで。シャーペンダメなルールで、あのなんか今の時代ってすごくて、めっちゃ鉛筆にそっくりなシャーペンとか売ってるんですよ。それを買って、文房具屋さんとかで、それをがなんかどうしてもなんかさ、シャーペンに憧れてて、それを買って、小学校の時、4年生ぐらいの時に使ってて、そしたらあの私のその4年生の時の担任の先生はなんかもう、なんていうの、鈍感っていうの、なんか全然気づかないんですよ、そういうのあんま見なくて。そう、気づかなかったんだけど、あの他のクラスの方の女の先生がめっちゃあのベテラン先生で、あのもうめっちゃおばさんで、おばさんの先生で、もうめっちゃそういうとこをちゃんと見るみたいな、めっちゃルールに厳しい先生だったんですよ。それであの私の学校、私の教室のクラスに入ってきて瞬間にバレて、そう、使ってるのが私だけじゃなくて、もうほぼクラスのみんな使ってて、でバレたんですよ。そう、バレて、もうなんか私の担任の先生が全然気づかなかったみたいな感じでバレました。でもそっからもう鉛筆っていうルールがもっと厳しくなって、やっと中学生で使えてるって感じです。でね、高校がすぐなくなるんですけど、どう思いますか？すぐこのキャップがどっか行くんですよ、知らない間になくなってて。今こっちはあるんだけどね、こっち側がね、もうね、見当たらないんだよね、ほら。これは買って何日かでもすぐなくなりました。キャップがすぐ、このキャップがなくなるんですよ。
夏休みとか宿題終わらんやね、私も終わらん。そう、本当にね、謎ルールばっかり。はんちゃん、はんちゃん、はんちゃんローマ字読めんの。はん、なんかね、はんちゃんママがなんか、はんな、ローマ字のテストもなんかできんやったみたいな。できんかったみたいなのを、お話ししてくれましたね、あの、お泊まりに行った時に。やっぱりさ、あのシャーペンので書いた字とさ鉛筆で書いた字ってやっぱ違うじゃないですか、太さとかなんか色的に。そう。ね、謎ルールばっかりです。はい、パーク。トゥーがよかしい。しんみか。はい。東京で訪れるべき場所は浅草です、だって。これはちょっと分かんないので飛ばそうと思います。I want to そうだそうだ be I want to be ってことは、フェスティング、いつか。ビフィカとファミー丸つ
けします。これで終わり。英語は意外と早く終わった。こう。To be か。To be や。このページはもうよくわからなかったので、あの答えを写してる。まあでも自分で考えましたからね。ピーン。なんかさ、これ先生さ、英語の先生の回答をさ、これさ、なんかね、N と U がなんかめっちゃ似てるんだけど、どっちかわかんないんだけど。ちゃんと書いてもらっていいですか？先生、ちゃんと書いてもらっていいですか？よし。終了！イエイ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 ！でね、下でね、晩ご飯のね、音がめっちゃしてる。お腹すいた。理科のさ、プリントってさ、あれ私どこやったっけ？どんぐらいあるんだろう。めっちゃ量あった気がしなくもないんだよね。ちょっと待って、どこやったっけ？あれ？のプリント。リカのプリントどこやったっけな。あれ？あ、ここにあった。うわ、こういう感じ。やばい、結構あるよこれ量。あ、こういう感じね。でもいけるこれ。結構理科はいけるかも。お腹が空いてきたけど、見て、やばくない？1枚がね、あのね、すごい大きさよ、これ。ちょっと見せれないんですけど、ちゃんとね、作文も終わらせたし。でも、最初は多分ね、あのいけそうな気がする。友達が教科書見ればいけるって言ったから、一応教科書も持ってきた。花が咲き、種子を作って増える植物を種子植物でしょ。めしべの元の膨らんだ部分なんて脂肪。脂肪の中にありやがて種子になる部分を何と言いますか。やがて種子になる部分、胚種か。
ハチが脂肪の中にある植物を何と言いますか。皮脂植物。脂肪がなく裸子植物。だいたい皮脂植物の次裸子植物だから。裸子植物。歯の表皮にある一対の後編細胞に。ということ？歯の表皮にある一対の三日月型の後編細胞。三日月型の。ちょっと待って、めっちゃいい音でしょ、みんな。授業中にね、これずっとして遊んでる。シャーシャーペンの音。教えてください。脂肪、あ、間違えた。歯の表皮にある一対の三日月型の後編細胞に囲まれた隙間を何と言いますか。三日月型だって。あれなんて言うっけ、あれ、これわかるんだ、なんだっけあれ。あの細胞の中にある、難しい。ちょっと待って、障害者見ます。気候だよね、ですよね。ちょっと待ってね、私もそれが言いたかった。メカ好き方とか言ってたっけなと思って。公平細胞聞こうじゃん、絶対。ありがとうございます、教えてくれて。次なの、何だろう、細胞の中にある緑した小さな粒なんて葉緑体。よし、葉緑体と。植物が葉から2個を受け、葉緑体の中で塩分などの養分を作る働きをと、なんとかですね。何でしたっけ。わかるんだけど、名前が出てこない。あれ、なんて言うんでしたっけ。なんて言うんでしたっけ。あれ、なんて言うんやったっけ。ちょっと待って、もう全然思い出せない。なんかもう夏休み前のさ、記憶がもう全部なくなってる。やばいやばい、ちょっと待って。わかった、光合成だ。言われたらわかるんだけどね。生物が酸素を取り入れ、二酸化炭素などの働きを何と言いますか。循環じゃない？なんか血液の循環とか言わない？
循環とか言いませんかね。じゃあちょっとさすがに思ったより理科の量が多かったので、ここの半ページ終わらせたら終わりたいと思います。ご飯を食べて脳を働かせて一旦飛ばしとこうかな。分かるの書いていく。若い根の表面無数にある白い、習ってないんですけど、ちょっと止まってくださいよ。これは異色感だね。全然さ、わかるとか言ってたのに全然分かってないし。全然分かってないし。何時間？あとまだ。あれ？これちょうだい。あのあれだよ、なんだっけ、男子夜。炭子葉類、草子葉類、炭子葉類の根はなんだっけ、速根だったよね。速根、子根とヒゲ根か、あれヒゲ根、子根と速根、ヒゲ根、子根とヒゲ根、言わない、ヒゲ根のね。花弁が元でくっついてる。どういうこと？花弁。自然薬物の葉の裏にある胞子を作る。胞子の A の部分を何と言いますか。 A は花粉のですね。こちら彼氏になるのは B と C のどちらですか。 C、12の D の部分を、13の AB に当てはまる物質の名前、水、あ、分かった、これ二酸化炭素。で、こっちが酸素だ。よし、一旦切りがいいとこまで終わりましたので、
配信ではちょっとここら辺で終わりたいと思いますが、聞いてくれた方どうもありがとうございました。今日はちょっと頑張って理科のプリントまで終わらせて、ウールダンスできるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。普通にずっとなんか書いてるだけの配信だったんですけどね、皆さんありがとうございました。じゃあ頑張りたいと思います。はい、じゃあ1時間ぐらい配信してましたけど、いい時間になりました。じゃあ読みたいと思います。13位ルイさんありがとうございます。12位オレオドさんありがとうございます。11位ウマゾウさんありがとうございます。10位ヤンさんありがとうございます。9位ムハマドさんありがとうございます。8位キョウコノゴロさんありがとうございます。7位 MJ ジンヤさんありがとうございます。6位シーチャンピさんありがとうございます。5位クロさんありがとうございます。4位カタネルナルさんありがとうございます。3位カトーペ君ありがとうございます。2位アオイちゃんありがとうございます。1位ヤスさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあギフトもね、どこまで読んだっけ、どこからだったっけ、博多ダルナルさんお疲れありがとうございます。黒さんファイトありがとうございます。色黒おっちゃんファイトありがとうございます。カトッペくん真珠ありがとうございます。アオイちゃんペンライトと、ダルマありがとうございます。ヤスさんペンギンありがとうございます。アオイちゃんバラもバラとハートもありがとうございます。博多のなるなるさんアロハありがとうございます。ファイトもありがとうございますかな。ビーバーさんファイトありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあまた明日、は朝配信になると思います。ぜひ見に来てください。じゃあありがとうございました。また明日。バイバーイ。